高校受験は高等学校の入学試験を受験することである。その試験を高校入試という。戦後の日本においては高校とは後期中等教育の学校を指す。世界的には先進国では後期中等教育の学校の入試はほとんどない。日本の明治から戦前までにおいては中等教育は旧正中学校などの旧正中等学校が担っており、 旧制高等学校は、高等教育の前期課程の学校、現在でいう大学の教養課程にあたる。本項目では、特に断り書きがない限り、戦後の日本における高校受験を取り上げる。高等学校の入学試験以外にも、高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程などの後期中等教育を実施する教育機関、及び、 高等専門学校の入学試験と入学についても扱う。本項目で述べる学校とは一条校に加え、専修学校高等課程などの後期中等教育を実施する教育機関を含めるものとする。なお、公立高校では入学試験は入学者選抜のための検査であるので、受験ではなく受験と表記することがある。日本において、 戦後の学生改革により、旧制中学校と高等女学校の多くは、新制、高等学校に移行した。第二次世界大戦終結直後は、教室が極度に不足していたことから、入学試験で首謀者を絞り込むことが最善と考えられるようになった。また、旧制中学の名門校を復活させたい動きも、入試による選抜を後押しした。学生改革では、 高校三原則が唱えられ、高校とは、不国教兵を支えうる男子の育成から、高度経済成長を支えるすべての男女が、進学できる学校への転換が図られた。小学区制と総合制はあまり実現しなかった。京都府では、京都府知事を7期28年務めた、蜷川虎像が、高校三原則を堅持した。蜷川の教育行政の、十五の春は泣かせないわ。 全国に広まり、公立高校への全入運動を後押しした。高校への進学率は1950年代半ばから急速に上昇する。一方で、1963年、文部省は適格者主義を通達する。1967年、東京都で学校群制度が導入される。全国の都道府県において、総合選抜。 学校分制度を実施した県では、旧制以来のナンバースクールが凋落し、近隣の高校の合格実績が上昇し、総じて公立高校の合格実績及び、入試などは低下した。特に都市部では、東京都や京都府などで、国私立高校の軟家及び、合格実績の上昇となる。ただし、愛知県では、旭日川岡高校をはじめとする、 旧姓ナンバースクールの合格実績や入試難度が大幅に低下することはなかった。高度経済成長に伴い国民の所得平均は上昇し、高校全入ではなかった時代から成績最上位層なら国私立校を目指す動きが首都圏、関西圏、九州などで加速する。1965年頃から学力偏差値が広まる。 1970年代前半には、全国津々浦々の地方のテスト業者や、学習塾などにまで偏差値が広まるようになる。生徒の受験校が、業者テストによる偏差値によって、切り分けるような、輪切りと呼ばれる、進路指導がなされるようになる。偏差値は、批判を浴びるようになるようになり、1993年2月、文部省が、 業者テストによる偏差値等に依存した進路指導は行わないことを国公立教育養成機関に通達する。これにより国公立中学内での業者テストの実施が禁止になった。ミッションスクールをはじめ私立女子校は戦後高校を募集もする中高か一貫校も多かったが1970年代から1990年代を通じて ほとんどが完全中高一貫校となる。1998年6月、学校教育法が改正され、中等教育学校の設置、中高一貫教育校の併設型、連携型が認められるようになる。これにより、国公私立問わず、中学、高校家庭を制度上弾力的に取り扱うことができるようになり、公立高校の制度上の中高一貫化が始まり出した。 公立初の中等教育学校は1999年の宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校である。公立初の中高一貫校は1999年の岡山市立岡山高楽館中学校高等学校である。21世紀に入り、石原慎太郎都知事により、都立高校の学区撤廃が実現する。この動きが全国に広がり、 高校受験の成績上位相が国私立校と公立校で公立校を選択する動きが始まってきた。20世紀末頃まで全国の有数私立進学校は男子中高一貫校が多かったが21世紀以降高校募集の停止、教学化が見られる。私立男子進学校の教学化は2000年代以降少子化にあえぐ九州、関西で始まる。これにより 公立高校に進学するしかなかった成績上位の女子は私立進学校へも進学し合格実績が上昇した。女子校の教学科は2010年代後半以降でも特に首都圏で見られる。進学する高校は現在特に都市部において募集が停止となった一部の私立中高一貫校がある一方、国公私立の多様な選択肢が設けられている。 高等学校をはじめとする後期中等教育課程に入学するには通例学校教育法第57条に基づき下期の前期中等教育課程のいずれかを修了しなければならない。この際、入学志願者の年齢は入学年度の4月1日時点で満15歳以上となる。後期中等教育を行う学校に出願できるのは以上の入学資格を満たしているもの。 または、年初で満たす見込みがあるものである。法制度上は高校をはじめとする、後期中等教育の学校に入学できる年齢に、上限は設定されておらず、また、可年度卒業生の進学が禁止されているわけでもない。しかしながら、各学校等においては年齢に上限を設ける場合や、可年度卒業生に対して、入学資格を設定していない場合もある。このように、 日本の高校では年齢主義が強い傾向があり、学力を満たしていても必ずしも受験できるわけではない。現状では高校等の入学志願者の多くが中学校等を卒業する見込みのものであり、浪人などの可燃度性はあまりいない。ただし、帰国子女の場合は各国の学校制度が違うことから、ある程度年齢に幅を持たせて募集している場合も見られる。 なお、以上の例は、高校の大多数を占める全日制高校の場合に多く当てはまるものであり、定時制高校、通信制高校では可燃度制も多い。また、専修学校高等課程の場合は可燃度制もある、程度存在する。戦後、新制高等学校への移行、新設の際に多くの国公立高校は男女教学となる。ただし、埼玉県、群馬県、 栃木県は一部の公立校で依然男女別学を実施している。国立の男女別学の高校では、筑波大学附属駒場高等学校、お茶の水女子大学附属高等学校がある。私立の男女別学の高校は、戦前の旧正中学校から続く男子校、ミッションスクールの女子校が多い。完全中高一貫校へは当然入学できない。 完全中高一貫校は中等教育学校とは制度上は異なる。戦前から続く私立学校には多く見られる。ただし学校によっては稀に編入試験が実施されることがある。公立高校では生徒本人の住所によって通える高校が厳密に指定されている。これを学区制という。近年徐々に学区の範囲は広がっており、 高校の選択肢は増えている。また普通海外の場合は、学区制限が緩い場合もある。一例として、茨城県、群馬県、栃木県、東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県、静岡県、岐阜県、大阪府、和歌山県、広島県、大分県、宮崎県のすべての公立高校は、学区が完全に撤廃されている。通信制高校の学区は、 かなり広い。また、県境付近の人口換算地域にある場合、その、高校の立地市町村の他県に属する、隣接自治体に住む場合や、全国的にも珍しい特色のあるコース、当該生徒の親族がいる場合、部活等において、優秀な成績を見込める人材等は、県外受験を認める場合もある。国立高校では学区をかなり制限している場合も、 ほとんど制限がない場合もある。私立高校ではあまり厳密な学区制限はない場合が多い。1950年代15の春を泣かせないとのスローガンのもと、高校全入運動が全国的に高まった。その目標はほぼ達成され、現在では多くの中学生が高等学校等の後期中等教育を実施する学校や、 高等専門学校を目指している。中学浪人はまれで学力的にかなり不十分である生徒であっても学力偏差値が会の公立高校、私立高校や定時制高校、通信制高校などへは入学が可能である。従って大学入試と違い浪人するという通念は基本的にはない。これらの学校が低学力の生徒の 実質的な受け皿として機能していると言える。進学率や制服、カリキュラムなどによって志願者数が変わる。定時制高校、専修学校高等課程などは応募人数が少ない傾向がある。しかし、これらの受け皿校では入学後の学習意欲に欠ける生徒が多いため、入学後短期間で高校を中退する率も高い。最近の公立高校や私立高校などでは、 定員未満でも足切りして不合格にするケースが目立っている。2003年の統計では中学校卒業者の97.3%が高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程等の後期中等教育を実施する教育機関や高等専門学校に進学している。このうち通信制への進学者を除いた 中学校卒業者に対する割合は96.1%である。都道府県別での最高は石川県で98.6%、自点は富山県で98.5%、最低は沖縄県で94.9%である。中高一貫校や通信制高校など入学試験のない高校もあるため、上記数値の全員が高校受験をしたわけではない。 旧文部省は1963年の通知で、高校の教育課程を履修できる、見込みのないものをも入学させることは適当ではない、という、いわゆる適格者主義を明記した。そのため、適格者でなければ、たとえ定員内であっても、不合格にされることが行われてきた。これに反発するように定員を、オーバーしても、全流させる高校も現れたが、他校の合格が望めない、 成績不良、そこを不良者が集まるようになり挫折する場合もあった。高校全入が常識となり、少子化で定員を超える事態が少なくなってきたことから、適格者主義を廃止し、希望者は全員入学させるべきだとする意見もある。高等学校では、入学資格がある志願者を対象に、学力検査や内申者などの成績評価を資料とする、選抜を行い、 これに合格した者が入学を許可される。ほとんどの公立高校では受験時に内申書の提出を求める。中高一貫教育などにおける、併設、連携中学校からの入学では筆記試験による学力検査が課されないこともある。また、通信制高校などの場合、そもそも入学者の選抜自体が行われないこともある。入試は大きく分けて、 一般入試と推薦入試の二つがある。一般入試では学力と内心書を、推薦入試では内申書や学校外活動実績などを用いて合否が判断される。推薦入試においては面接や小論文などを課す学校もある。一般的には推薦入試は一般入試よりも先に行われる。推薦を前期日程、一般を後期日程と呼ぶ件もある。 岡山県では県立高校の推薦入試を2014年度入学生試験から取りやめ代わりに特別入学者選抜が開始されている広島県では検査自体を選抜と呼んでいるため推薦を選抜愛一般を選抜2二次募集を選抜3と呼んでいる私立高校などでは単願と平願に分け第1志望者に対して 合格ラインを下げるなどの優遇措置を取る場合もある。私立高校の一般入試では内申書や内申点は参考程度とする場合も多く、当日の試験及び面接で合否が決まることも多い。私立では本試験よりも前に生徒と相談を行い、本試験の成績にあまり左右されないで、ほとんど合格が決定している場合もあり、その不透明さが批判されている。 可燃度制の入学は認めない傾向にある。また、私立高校の試験問題の難易度は、公立高校の試験問題より難解な傾向にあることが挙げられる。自治体立の公立高校の入試制度は、都道府県により異なっている。複数の高校を組み合わせて、入試の合否の判定を行う総合選抜、学校群制度、複合選抜などを実施する。 自治体と学校単位で選抜を行う、単独選抜を行う自治体がある。総合選抜過度の受験競争、高校の序列化を防ぎ、新設高校を育成するためとして、かつていくつかの都府県で採用されていた選抜制度。しかし、生徒が自由に入学したい学校を選べないという欠点があり、総合選抜を採用した多くの都府県で、 公立高校からの大学進学率が大きく、下落する等の弊害が出たとして、2013年までに廃止された。特色選抜一般選抜に先駆けて、各高校が募集する、生徒像を示し、各高校の特色に応じた選抜方法で入学試験を行う制度。定員のうち一部分を分けて、この選抜で募集する。京都府、奈良県。 兵庫県など多くの府県で採用されている。一般的に、私立、国立は1から2月、公立は2月の初めに推薦入試、終わりに一般入試がある。また一部地域では3月に一般入試が行われるところがある。一般的に、私立高校は試験日の翌日、公立高校の一般入試の合格発表は3月、初め頃である。 公立高校は受験校に合格者の受験番号を掲示する形で行われ、私立高校は封書を直接郵送する形が多い。一部公立高校では多数の生徒が受けた中学校には直接合否通知と受け書、入学要項を渡し卒業中学校で生徒が結果を知る場合もある。また、最近は広島県などホームページでも結果がわかるようになっている。 公立高校入試は中学入試や大学入試と違い、学力検査の結果のみによって合否が決定されるわけではなく、中学校の内申書の影響が大きい。これは他の入試には見られない特徴である。地域によっては私立高校がほとんどないところがある。法人である私立高校は必然的に大都市地域に集中する。 よって、東京都が最も多く私立高校を抱えているわけだが、その学校事情は大学入試に目を向けると他地域とは大きく異なっている。その最たる例として、前述の通り私立中高一貫校が高校入試を相次いで停止している実情が挙げられる。これは、付属中学からの打ち進むせいに追いつかせようとする。 カリキュラムを設ける上で学校側に負担があるという見解もあるが、以前から高校入試をして中高一貫校に入学した、いわゆる外申請は、大学入試において貫維しい成績を残せているところは多くなかったことも関係している。私立中高一貫校ではコースを分けて募集をしていないところは、外申請の進学実績も打ち進む生とまとめているケースが多く、 高校入試もあくまで打ち進む性の中なるみ防止のためにあるような存在に見られている場合もあった。以上のように東京都では私立中高一貫校の存在が極めて大きい。また高校受験と中高一貫校の関係性も以前に比べて変化し、私立高校への門戸も狭まってきている。都道府県によって内心書の取り扱いはまちまちであり、内申点を重視する。 都道府県もあれば、学力検査の点数の比重が高い都道府県もある。またかつての宮城県のように内申点と学力試験の比率を明らかにしない県もあった。同じ都道府県内でも、学校によって学力と内申の比率を独自に設定している場合もある。中学3年時の成績のみで判断される場合や、1、2年時の成績も合わせて判断される場合がある。 内申書には担当教諭の個人的感情が入り込む余地があるため、実績とは関係のない評価により、生徒の将来が左右されてしまうことが危惧されている。内申点における実技教科の加点は県によってかなり違いがある。主要語教科と比較し、実技教科では筆記試験の他に判断する人間の主観が入りやすい実技により、点数が付けられるため、 客観性に欠ける嫌いがある。内申点において実技強化の加点が大きい県は大分県、高知県、香川県、徳島県、広島県、島根県、和歌山県、京都府、兵庫県、福島県、宮城県、沖縄県となっている。高校受験において学力検査よりも内申点の扱いが低い静岡県、茨城県、埼玉県などでは 公立高校の大学進学実績が良い。また、内進展と学力検査をほぼ同等に扱う広島県において、合格定員の20%は、内進展、学力検査イコールに8で計算し、合格者を出したところ、大学進学実績が急激に伸びた高校がある。なお、難関とされるような私立の進学校などでは調査書の提出が義務付けられていても、 ほとんど学力検査の成績のみで合否が決定され、内心の合否への影響は極めて少ないとされる。最たる例では、ラサール高校では出願の際の調査書の提出は不要であったり、公立校でも都立日比谷高校の一般入試では内申書を無視し、学力検査の点数のみで合否を決する特別枠を一部に設けていたりする。しかし、 内申書の中でも、欠席日数については極端に多い場合、仮に入学試験で合格点に達していても、入学を認めない場合がある。例えば、改正高校では、調査書を提出するにあたって、中学3年度の欠席日数のみを必須化にしており、名田高校の場合は、欠席日数が極端に多い場合は入学試験の受験を認めないことがある。また、 愛知県東三河地方の県立普通科高校では、主要語教科以外でも内心書に位置の評点がついた場合、病気等の特別な事情がない限り、体制の生徒と同等の授業をさせるのが困難な生徒として、学力検査の結果によらず不合格にしたケースがあった。また、地域性として、秋田県、福島県、長野県、富山県、広島県、 熊本県などの一部では、出身大学ではなく、出身高校ごとに学抜が形成される傾向がある。ため、中学浪人をしてでも、名門高校に進学しようとする生徒が存在する。そうした生徒のための全日制の高校受験予備校も存在し、また、出身中学校でも、一定の支援体制を整えている場合が多い。また、 高等学校卒業程度認定試験を受験して、高等学校に進学することなく、高等学校卒業程度の学力が必要な資格を得る人もいる。入試の教科数は5教科が多いが、首都圏の私立は3教科が多い。その他に面接試験を課したり、1教科を2つに分けて2日間実施したりするところもある。また、九百六十年代まで公立では、 実技教科を含め多級教科で実施していた学校も多かった。過去には東京都が学校群制度を導入していた時代は3、教科入試を実施していた。また、北海道では2009年度の入試から国語、理科、保健体育の3教科を対象とする学校裁量問題制度を導入していたが、2029年度の入試をもって廃止されることになった。 日本の高校入試は学科間、学校間の序列が大きく過酷な受験競争を中学生に強いていると言われている。また、内申書の支配が中学教育の権威主義と管理主義を生み出し中学生を苦しめているという批判がある。高校入試を廃止することにより学校間の序列が解消され生徒の努力次第でどの高校からも 一流大学への進学が可能になるという意見がある。米国、英国、カナダなどでは一部の私立のエリート校を除くと、高校入試は存在せず、総合学科のため、日本の高校のような学校間の序列は存在しない。フランスやドイツなどのヨーロッパ諸国では、大学進学を目的とする普通科課程の中等教育学校、卒業後に、 技術的な専門教育へと接続する技術科課程の中等教育学校、職業人として社会に出る準備を行う中等教育学校のいずれかに進学するための選抜が行われるが、所定の学力の基準点に達していれば合格とされ、同一種別の学校間の序列は存在しない。韓国は国立も公立も私立も他校からも付属からも関係なく受験があるのは 特殊高校と大学のみ。私学は中先生。大韓民国の教育も参照。香港の中国方式では高校受験がない。香港の教育も参照。台湾では2014年に高校受験が廃止された。ありがとうございます。